るさん、タコありがとうございます。タコみきやくん、タコありがとうございます。たまごサンドさん、かわいいギフトありがとうございます。まささん、ありがとうございます。タコちょーかわいい。まだすっぴんですよ。今日は今日美容院で美容師とゆきりかはかわいいよねっていう話をした。美容師さんわかるの？私のこと写真見せたってこと？ウドムさん、タコありがとうございます。そうだ、お話し会の再販が始まったので安るパンさん、ありがとうございます。今日の18時だよね。再販お話し会受付中でいいか。奈良さん、タコありがとうございます。こんばんは。再販だるま、ありがとうございます。前髪が伸びた。伸び伸びだ。切らねば。伸びすぎだね。今日外がめっちゃ涼しいんですよ。びっくりした。涼しすぎて快適って思いながら歩いてた。めっちゃ涼しい。美容室は全然行かないよ。前髪はめっちゃ定期的に切る。4日に1回とか3日に1回とか。え、涼しい。長袖レス取れたら涼しくてちょうどよかった。めっちゃいい。ずっと散歩したいって思った。7枚だったらどれくらい話せますかって。うん、どれぐらいだろう。いつもの2倍ぐらいだからそれで計算してください。半袖は寒いかも。長袖だったらめっちゃよかった。散歩しようかな。ウォーキング、めっちゃウォーキングに最適な気温だった。逆に部屋の方が暑いね。こんばんは。ウォーキングしようかな。こんばんは。え、長袖ちょうどいい。でも部屋は暑いから半袖に着替えた。部屋は24度あります。外の方が涼しい。お疲れ。
あ、スタバ行った？新作？私今日耐えましたよ。スタバ。大ピーエンさんタコ、ありがとうございます。ライスさんもタコ、ありがとうございます。耐えるんだスタバは。スタバ耐えました。飲みたくないでしょ。でも耐えましたっていうか、みんな。服部さんめちゃ可愛い、ありがとうございます。めっちゃ可愛い。普段から飲まないでしょ。耐えましたっていうか、ウォーキング始めよ。私今日からダイエットだから。ね、ジム行かなきゃ。いちご畑、はじめまして。こんばんは。ジムリーダー、今日からダイエットする。マジ？ひょろひょろになるよ。ひょろひょろになって、ウォーキングね。私もウォーキング好き。ちょっとウォーキングしたかった、めっちゃ今さっき。ランニングする？ランニングはね、私続かんのよね。ランニングはもう数十メートルで果てる。無理です。ウォーキング、ランニングは本当にもう数十メートルで終わりです。今日はもうめっちゃ食べた。私も食べたよ。運動しよう、配信終わったら。何分歩くとかは決めてないけど、なんか満足がいくまで2時間ぐらいじゃない？普通は。でも長い時は長い、6とか。来年の愛媛マラソンに向けて特訓中ですって。出るの？愛媛マラソン。愛媛マラソン？いつあるんだろう。6時間、6キロじゃない、6時間ぐらい。そう、ウォーキングっていうか、なんかでも目的もありつつみたいな。2時12時ぐらいに出て夜帰ってくることもある。なんかうろうろしながら。こんばんは。あたいも出ようかしらって。すぐやられるよ絶対。私も出ようかなって一瞬思ったけど絶対無理。何キロ走らんというかんのやろ、愛媛マラソン。何キロ？
やられたらさしてくださいね。やられるわ絶対。こんばんは。42？え？ミニマロンさんタコありがとうございます。だからそんなに走るとこあるんだ逆に。場所42キロ。あ、折り返すのね。牛の3匹の仲間みたいね、思った。だ素材似てない？素材タオル素材だけど素材が似てない？素材一緒ではないよね。これはなんか毛糸っぽいやつで、これはタオルみたいなやつだから違うけど似てる。生地同じではない。誰が長女ですかって。違うよ、こうカップル、女と男です。カップルです。一番右誰よって。誰やろ。兄弟。確かに、キューピッド思った。紹介役の人、女性に男性を紹介した人。ちょっと、前髪切ろう。うさぎ並んでるの可愛いでしょ。はじめまして。眉毛を欲しくなってきた。タオル美術館すぐ行けるでしょ、あなたなら。私と弟とお揃いだから。これうさぎ1時間そんなことある。ぬいぐるみではないけどキーホルダー買いました。何のキーホルダー買ったの。弟との区別ついた。前髪を切ろう。のまき。
でもこれ帽子かぶってたからね、ベタってなってるもあるんよね。帽子かぶってたら前髪伸びるんよ。明日になったらめっちゃ短くなった。こんばんは。いい感じ。ゆきりかま、生まれ変わるなら美容師になりますかって。それ生まれ変わらなくてもよくない？かわいい。生まれ変わらなくてもまだ間に合うよ。こんばんは。何だってできるんだから人間、いつからでもいつからでも何だってできるんだから。こんばんは。前向き。未来に希望が持てました。よかったです。ビジネスしてそうな人の口癖みたいね。今からでもまだ遅くないので、はい、何だってできるんです。私たちの可能性は無限大ですから。メイクまだですよ。未来に希望が持てません。なんかやりたいことあるんですか？逆にやりたいことやればいいんですよ。こんばんは。DJ 社長、失敗した？嘘、なんか成功してなかった？ネイル見たらいいことが起こりそう。幸せを呼ぶネイル。インタ脱退しちゃった。でもなんか DJ 社長一回成功したじゃん。なんか起業について語る動画あったじゃん、超バズってる。なんか俺はこれだけ借金したけど立ち直れてこんなになってるみたいな、成功した動画。
誰それって。YouTuber。なんかその動画を他のゼミの、そうめっちゃ成功してたよね。そうなんか成功について語る YouTube があったんですよ。それを他のゼミの授業で流してるのを見て、外で窓から、DJ 社長の YouTube 流してるじゃんと思って、ゼミの先生が子供たちに見せるぐらい多分成功してたんですよ。数年前授業で見せてて、あれ DJ 社長のやつやん。でも社長になろうってすごいよね。なんか何していいかわからんから、社長になりたいとか思ったことないもん。何したらいいかわかんないし。ゆっぴょんさんかわいい、ありがとうございます。社長、社長になりたい時期あった？マジ？どんな動画か忘れたけど、社長、社長になりたいか。代表取締役。こんばんは。プロデューサーになりたい時期があった？何の？プロデューサーって聞いたらアイドルしか分かんない。なれるんじゃない？まだ。全然30歳からでも40歳からでも。なれるんじゃない？松葉行かなきゃ。まつ毛が落ちてきた。鉄道系 YouTuber になりたい？何それ、初めて聞いたんだけど。ティーライダーさん、タコありがとうございます。いや50過ぎててもプロデューサーいけるよ、元気であれば。ボケるまでいけますよ。そう、ボケるまで。ボケちゃったらもうダメだけど。最近私のばあちゃんがまだボケてないかの確認をしに行ったんですよ。あの東京に最近お仕事で行ったから、東京ポケモンのね、東京バナナをお土産で買って帰ったの。東京バナナ、ポケモンの、それを持っていて、これ何か分かるって聞いたんですよ、ばあちゃんに。なんか箱可愛かったの、めっちゃドーン、ピカチュウドーンみたいなやつ。そう、あ、こればあちゃんに聞いてみようと思って。こんばんは。昔ね、ばあちゃんポケモン結構詳しかったんですよ。そうだから指さして、ばあちゃんこれ何か分かるって聞いたんですよ。そしたら、これはあれやろ、あれよ、ポケモンやろって言ってて、まだボケてなくて安心したっていう話です。ポケモンが分かってたからまだ安心。ちょっとポ
ポケモンやろって言ってて、ポケモン分かったら十分ですね。そう、確認。そう、ポケモンね、なんか弟とかにばあちゃん買ってたんですよ、昔、もう十何年前とかに。だからポケモン分かるかなと思ってちょっとばあちゃんに買って帰ってみたんですよ。そしたらまだ分かってたから、そうよかったと思って。なんでこれって言い出したらちょっとあれですけど、ね、ポケモン、ばあちゃんポケモン買ってくるよね。そう、ポケモンのハンカチとかポケモンのぬいぐるみとか。十数年前のポケモンまだ覚えてるから。それか、小さくポケモンって書かれてあったから字が読めたか。まあどっちにしろいいことなので、カタカナの小さい字が読めるっていうのもいいことだし、ポケモン覚えているということでもいいことなので、どっちにしろいいんですけど、まだ認知されてたポケモン。イエイエイ。まあほら東京バナナ違うんや、ポケモン限定のやつがあって、そうばあちゃんに、ね、昔のことは忘れてない。なるほどね、確かにそう言われてみればそうかも。でも昨日何食べたかってさ、若くても難しいじゃんね。私も うちのばあちゃんも最近までポケモン認知してた。マジすごいね、記憶力。じゃあ昔の記憶は結構残るんかな。へー、昨日のご飯か。覚えていません。はあ、昨日のご飯なんて忘れました。あらら、私は言えるよ、昨日も一昨日もその前も。なんなら5月の思い出せって言われたら行きます。昨日ハンバーグですか。そうです、正解。なんで分かったの、見てたのか。こんばんは。今日はこれが美味しそうで買ってきた、レーズン。そう、昨日はずっとさ、コメント欄で食べてみてってしつこく言われてたハンバーグを食べたんですよ。松屋だっけ、松屋。美味しいから食べてってめっちゃ言われてたハンバーグ。もういい匂い。美味しいレーズン。松屋の、そう、え、美味しかったですよ、びっくり。ハンバーグ屋さんのハンバーグみたい。びっくりドンキーあるよ。後ろのブリアが可愛いですねって。可愛いでしょ。長野店で買ったの、ちいかわ。レーズン好きなんですよ、美味しい。ヨーグルトとかに入れたいね。
松屋は写真撮ってないね。今日はラーメン食べたんですけど、なんかカウンターとかに座ったら自撮りできないじゃん。だから今日も自撮りはしてない。まあ食べ物は撮ったけど。そう、松屋行ったんですよ。松屋のハンバーグってずっと言われてたから。力ってどこ？うどん？105円のレーズン。このシリーズ安いよね。暮らし応援宣言、全部100円。おいしい。あ、卵のせです。あ、力のうどんは食べたことないかも。あ、カウンターね、メンバーと行ったら撮るよ。一緒に撮ってもらうけど、一人はちょっと。シミサラのメンバーに撮ってもらってるじゃん。私もメンバーと行ったら取り合いするけど、一人では撮らない。一人なんですよ今日も昨日も。メンバーと行ったら大体写真撮り合ってると思う。一人で撮らない。たこしさん、たこありがとうございます。そう、ぼっち飯、もう自分の好きなものをあの好きな時間に食べるっていう。人と食べちゃったらその後もさ、なんか買い物行ったりしなきゃいけないじゃんだから行って帰る一人で。そう、ラーメン屋のカウンターの自撮りはハードル高いよ。メンバーと言ったらまあ撮り合うよ。全然あんま人目気になんないけど、一人は厳しい。なかなかカウンター、今日カウンターだったんですけど、でもラーメンは撮ったよ。別撮りはしました。豚骨、え、うん、多分そうかも。え、自撮りはやばいって。カウンターで前に店員いるんですよ。お店の人2人、目の前に。こんなんしだしたらびっくりするじゃん。イエイ、カメラ、俺カメラ持って。ラーメンと私はないね。一番とかやったらできるよ。逆に個室みたいになってるじゃん。そんそん。まあ今日行ったラーメンは、今日はね定食屋さん行こうとしたら水曜定休日だったの忘れてて、ラーメン屋に急遽入りました。松屋は昨日行きました。昨日です。昨日は朝はモーニング食べて、夜が松屋です。明日はどこ行く？その日の気分。吉野家は最近行ってない。
日曜日愛媛やん。えでも月曜レッスンだから愛媛に残れないの。うえまあいいんだけどね。日帰りですみんなと一緒に。いや牛丼屋で一番好きなの吉野家かな。今週天気悪そう。マジ？まあ、晴れるよきっと。そう？レッスン？何のレッスンだろう？てか13って。あ、広島か。こんばんは。広島広島山口。レッスンはでもほぼないよ。その変わるところの部分しかないから、あとは変わんないから。上と下は、上と下っていうか瀬戸利の真ん中のとここだけ変わるだけで、こことここは変わんないからレッスンあんまりない。今結構多分暇な時期な人多い、帰省してる人多い。そうガチャゾーンだけなんで、上と下は変わらんから。鼻慣れ大丈夫ですよ。鼻慣れさ久しぶりな気するじゃん私。でも4月に出てるらしいんですよ。だから全然久しぶりじゃないんですね。鼻慣れ超久しぶりな気するじゃん。でも4月に出てるんですよ。だから全然、え、なんか久しぶりの感じするよね。なんか全然出てるわ普通に。3月も多分。鼻垂れあの、立ち位置な新しくしてほしい。立ち位置新しくするんだったらでも違うやつやりたい。離れじゃないやつ。こんばんは。立ち位置新しくするのめんどくさいじゃん。一からみんな覚え直すの。こんばんは。ユニットシャッフルとかなら。愛の重さはないんじゃないかな。生きここも後悔もないもんね。だから違うでしょ。もう曲名のやつじゃないんじゃない。こんばんは。平日も和州公演いいじゃん。で平日に確かに逆に休日にでやりづらいな。平日もわっしょいわっしょい公演休日に。ユニットは私2種類やったことある。ポニーテールと夏好き。
こんばんは。ユキリカの無力は来ないでしょ、あれ。ちょっと。だってあれ、可笑面じゃん、可笑面。どうなんだろう、逆にさ、正規生になった3、4人が入ってきたりしないのかな。でも大変だろうな。センターっていうかさ、空いてるところがいっぱいあるじゃん。結構アンダーがいなくなった人多いじゃん、そういうところに。そういうところにね、一人しかいないところが増えてきたので。こんばんは。なっちゃんとかずっと出てる。まあここ2回ぐらいじゃない、言うて。ね、逆にもずっとももちゃんが出とったけん、なっちゃん久しぶりやったらしい。ずっとももちゃんが出てたから、ね、久しぶり。でも鼻垂れそんなないからね。四国やってほしい。だから課外活動、課外活動ね、ないよな。でも難しい。専用劇場できるかな。できるとしたらどこにできるだろう。 STU 専用劇場、広島駅。エディオン買い取るんですか。やっぱ船良かったけどね。船っぽい建物を建てる、船の形の劇場、港に。映画館跡、
3時のレストランみたいなって、そうそう、分からんけど、そう、そんな感じ。船の形した建物。こんばんは。サントアンヌ号、何それ。船の体育館ねえ、何それ。外観より内装。え、でも一応さ、船でやるってさ最初言ってたから、外観船で。こんばんは。ゆうちゃん、タコ、ありがとうございます。内装船？え、逆に、え、船っぽい席作るってこと？船の、それもありだね、確かに。ちょっと揺れる、むずくね、映画館の 4D みたいな。確かに座席とかを船にはできるか。ね、やめれない、どうしよう、美味しすぎてやめれない、やめられない、止まらない。床が揺れる。その機能はいらないよ。こんばんは。誰がカッパやって。カッパの頭。ストップしたよ。ユキリカストップ。ドクターストップならぬ。ユキリカストップ。こんばんは。当たり目イカですか。ね、止まらない、止まれんよね、お菓子って。ちゃんと止めなきゃっていう意思が大事です。雪ストップ。あと4時間ぐらい配信しますかって。ネタがないです。ネタ切れです。最近お寿司屋さんに行ったらネタ切れですって言われたんです。ネタ切れです。え、全部です、全部全部ネタ切れ。ネタ教えにお寿司屋さんにでも行きますかって言ってた。ネタ切れって言われたよ。
いいもの食べてますねって。でも食べれてないから。シャリはあるんじゃない？シャリ切れかな。こんばんは。でもその後違うお寿司屋さんに行ったんで結局食べたけど、お寿司ラーメン。ダイエットは今日からです。だいぶ何儲かりますかって。私じゃないですからね、お寿司あの連れてってくれたの家族とかなので、親戚とか。私が払ってない、私が払ってないよ。私が払うんだったら回転寿司行くよ。ダイエット違うよ、おばさんとかが出してくれる。そう、たまに会う親戚です。おごってもらえたんで。そうですね、でもそう、親戚のおばさんなんでね、おばさんから見たら私は子供なんですよ。だからなんか格好つけて出しづらいし、なんかめっちゃ出しづらいじゃん、子供としていきます。かゆっ、ほっぺた。いつか甥にそう思われるのかって。え、でもさ、逆にさ、その姪っ子とか甥っ子にさ出させるのもなんかあれじゃない？姪っ子が大きくなっても払ってあげたくない？ご飯誘って。どうなんだろう。払いたい、払いたいじゃん、逆に大人側も。だから大人側の気持ちもちゃんと考えて、ちょっとおごられるっていうのが一番いいんです。ね、甥っ子とか姪っ子私にはまだいないからな。弟が結婚したらできるってことか。まだね下なんですよ、私が。その甥っ子とか姪っ子とかもいないし、親戚の子供にお年玉あげてないので冷たい人と思われてるらしい。そんなあげなきゃ。弟さん結婚しそうな雰囲気はありません、全くありませんです。なんなら一生しなそうです。
この前親戚に早く結婚してねと言われました。やだね。それ言われたらなんかイライラするよね。分かってるから。こんばんは。確かに言われたらイラッとする、まあ、まだ私は言われない年齢だけど、なんかじいちゃんばあちゃん世代の人は言ってくるよね。ね、ばあちゃんが言ってくるよね。わかる。そう、そうなんよ。ばあちゃんとか言ってくるけど、イライラします。ね、唯一イライラするところです、ばあちゃんに。まだに決まってるだろう。なんか音がした。結婚したくない。結婚しないのとは言わなくなりました。まあしなくてもいいもんね。する必要別にないから、私もしないかもしれない。ニートになると結婚すると言われなくなります。まあある程度個別なら言いにくいよね、親も。あ、触れたらいかんのかなって思うし。ニートか、いいな、ニート。まあ結婚しなくていいですからね、今の時代。私も弟もしなかったら大変だ。やばい、充電がない。ゆきりかも一度はニートになるんじゃないって。ひどい。まあそうだけど、そう、ニート配信者になろうかなって言ってみたら、この前別に何も言われなかった。お父さんにもう引きこもってニート配信者になろうかなって言ったら、充電ないわ。ニートで食っていけるならって。まだならないけどね、将来的に。おすすめしません。そう、お父さんはもうニートでもいいけん帰ってこいって感じだから、引きこもりニート配信者。こんばんは。昼に飲みながら、朝も昼も夜も、朝配信も昼配信も夜配信もすればいいの。こんばんは。おはようの乾杯。今日頑張ろう。生きてるだけで偉い。偉い。まあ、まだ先の話ですけどね。
あ、モンゾリ、モンゾリ知ってる？そう、モンゾリさんみたいにもうちょっと家をさらけ出して、そうね、あ、普通の配信はお酒 OK なんですよ。 STU がダメなだけで。結婚願望今はないですね。しかも占い師さんに、あなたみたいな性格の人は結婚しない人が多いって言われたから、多分向いてない。任せてください。めんどくさいですよ多分私と結婚したら。こんばんは。大変ですよきっと。ラジオ聞いた、ありがとうございます。スタジオで、なんせ私と同じような性格らしいですからってね。人に合わせるのは難しいよね。まあまあ突然現れたりする。そうですね、突然ですがってくるよね。そうよね。じゃあ待ちですわ。こんばんは。結婚してギフトしません。心に余裕がないとか、心に余裕はあるんですけどね。先輩と映画行きません行きません。そんな、まあ、行かない約束はしないってマヒナさんと決めたからね。どうせ行かないし約束しなくていいよねみたいな。まひなさんのそういうところ好きですわ。なんか口だけ約束するじゃん大体。行こうねって、でもどうせ行かないししなくていいよねみたいな感じだから。まひなさんすいません、そういうところ好きですわ。絶対行かないもんまひなさんもでもそれ分かってるから、絶対行かないから約束はしないって。そうだ、キュンで約束しませんでした。行かないもん。はい、ってことでそろそろ配信終わろっかな。てか行こうねが叶わないんだよねマジで。みんなもうだから私一人で行っちゃうどこにでも一人で行っちゃうんだから。かなおさん、タコありがとうございます。この後何すればいいんですか。筋トレしようや。私もする、筋トレ筋トレ。では13位どんちゃん、12位大橋さん、11位理化学研究所さん、10位はるさん、9位タイピエンさん、8位マサさん、7位コロンさん、6位翼星さん、5位ケンさん、4位ミキヤくん、3位ヤスルパンさん、2位ハットリさん、1位ウドブさん、ありがとうございました。一人は気楽ね。お一人様天国ですよ。ティーライダーさん、タコありがとうございます。飲んだから筋トレできない？飲んだらダメなの？そっか、ダイエット頑張ります。1日目ダイエットということでありがとうございました。ほいほいほい、おやすみ。早いけど寝ないけど、またねー。